伊藤真水2月4日から1972年5月8日は、大正、昭和期の浮世絵師、日本画家、版画家。本名、一。娘は、女優、タレント、歌手の浅岡幸治。孫は、女優の真由子。歌川派浮世絵の正当を継いでおり、日本画独特の柔らかな表現による美人画が有名。人気の美人画以外の画題を描きたくとも、 それ以外の注文が来ず、画家として困惑する時期もあったという。本妻のよしコをモデルに対作を数多く発表し、評価を高めた。戦後は美人画とも並行し、個人的に独自の題材で日本画を制作することが多かった。人気のあまり、戦後には多くの作品が複製版画として反布されるようになった。1898年。 東京府東京市深川区深川西森下,下町に生まれる伊藤貞三郎の長男。1905年深川尋常小学校に入学。同級生に伊藤の友人となった関根昌司がいた。1907年小学校3年で中退。以後は看板屋に奉公し住み込みで働く。1908年職工となり深川区深川東大区長の 東京印刷株式会社の活字項になる。日本画家の中山明子に日本画を習う。1911年、かぶラキキヨカタへ入門し、深川の水にちなむ、浸水の号を与えられる。この頃から、実業補修学校に入学し、昼の勤務後、夜学に通い、夜中に絵を描くという生活が続いた。1912年、第十二回、辰巳画会展に、 のどかが初入選。1913年、辰巳が会一等法上。1914年、最高第1回飲点に、じきの女が入選。東京印刷を退社する。1915年、第9回文店に、16の女が初入選。1916年、渡辺版画店から第一作、大京を発表、伝統的技法による。 新版が運動に参加、東京日日新聞などに挿絵を描く。1919年、ヨ子と結婚し長男と次男を設ける。1922年、平和記念東京博覧会で、指が二頭銀杯、同年中国大陸へ旅行。1927年、大井町に深みが塾を設立。1932年、人物画の再興を目指し、 青青海を設立。1935年、両帝、勝田の女将であった、勝田薪子との間に、行きを設けた。1939年、再び、中国大陸へ旅行。1943年、招集され海軍報道範囲として、南方諸島へ派遣、外地で4000枚ものスケッチをする。太平洋戦争の最中 東京が空襲に見舞われると1945年3月から1949年8月まで長野県小諸市に疎開する。1948年、鏡で第4回日本芸術院賞受賞。1949年、鎌倉に転居。1950年、白鳥栄説、小玉希望、奥田幻想、佐藤大成等と実月社を結成、後進の育成にあたる。 1958年、日本芸術委員会委員に推挙。1972年、元により5月8日没。去年75、墓所は品川区上尾崎の竜隆市にある。法名は、学校院人誉まれ、名長深見大古寺といった。幼くして、かぶら聞きの門に入り、15歳の時に、辰巳が会に入選。文典。 定点に出品しことごとく入選した。浮世絵系統における有数の作家であった。趣味は長魚、清本、小唄、古希愛顔宇歌川国吉から月岡義俊水野俊方、か木清方、伊藤新水と続く流れを玄野天派という。深みの門人には、徳永春穂、志村辰美、白鳥栄説、岩田千太郎、立石春美、浜田大事。 やわたしらほ、高木義雄、水戸堂、大竹御用がいる。右から四人目、市村うざえもんの後ろにいるのが伊藤。ありがとうございます。